はい、どうも。エスパルス新スタジアム構想評論家の、G ボーイズです。はい、ということですね、どんなにカッコつけていても、結局甘いミルクティーが一番うまい。はい、ということですね、本日なんですけれども、前回のエスパルス新スタ構想からですね、かなり時間は空いてしまったんですが、今回はですね、全く新しい発想でですね、エスパルス新スタ構想を考えてまいりましたので、そちらの方を今日は発表していきたいと思います。これはですね、本当に全く僕の頭の中の空想っていう感じで、また皆様と共にですね、夢を見ましょうよという、楽しい動画にしていこうかなと思うんですよね。現実を見てしまうと、最近ではですね、清水駅東口側の、候補地かエスパルスの今ある日本平の改修案かというね、2択にようやくなんか決まったみたいな話があるんですが、ちょっと待ってくださいよということを言いたいんですよね。今回の動画、僕が今回発表する動画、これを見て決めてからでも遅くないんではないでしょうかということをね、これに携わる皆様、静岡市の皆様にね、見ていただきたいなと思います。ということでですね、まだまだ G ボイズ TV チャンネル登録しないよという方はですね、チャンネル登録、それからですね、今回の動画、今回の構想がですね、共感できるよ、すごくいいよと思った方、このスタジアムいいじゃんと思った方はですね、ぜひこの動画を拡散してほしいんですよね。そうしていただけますと、たくさんの人の目に留まると、やっぱりこんな考え方の、構想があるんだということでですね、もしかしたら、この構想が、現実に近づくかもしれないので、ぜひ、共感してくださった方は、拡散の方もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日も、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、ということで始めていきましょうか。今ですね、画像に映っている場所がどこに、なるかわかる方いらっしゃいますでしょうか。っていうかね、静岡市に住んでいる方だと大体わかりますよね。あ、ここ松坂屋ですよね。あ、ちょっと待って、鈴代がある、あ、あるあるっていうのはあれですけど、ここがね、静岡駅なんですよ。パルシェですよね。そしてですね、今回の、全く新しい新スタジアム構想、候補地の発表をしていきたいんですが、なんかちょっとこの言い方がややこしくなってしまうんで、全く新しいとかっていうと、そんで、新スタ構想また被るので、カタカナで、新スタ候補地と、これからは、この動画では呼ばせてもらいます。この新スタ候補地、少しですね、角度を変えてみたんですが、ここが、静岡駅ですよね。パルシェになるんですが、正解はですね、この画像の中にあります。どこにあるか、わかるでしょうか。もうすぐにここじゃないかってわかった方、新スタ構想の評論家に向いてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい、ということでですね、正解はですね、ずんずんずんと近寄っていきまして、こちらになります。ここですね、駿府城公園。ここが、今回の、新スタ候補地と、なります。ここはですね、はい、この駿府城公園はですね、かなり街中にあるイメージですよね。ここが県庁であったりとか、ここが、静岡市役所、そしてここが駅ですよね。駅から、それからこの辺が、瀬の場とかがありますよね。ということで、もうかなり街中にある、候補地に、なるんですよね。はい、ということでですね、もったいぶってもどうかなっていうことなので、先にですね、完成予想図の方を、発表していきたいと思います。はい、ドドンと、こちらでございます。はい。皆さん、いろいろね、思うところはあるでしょうが、まずはですね、名称の方から、発表させてください。こちらですね、駿府ドリームスタジアムという、名前を付けさせていただきました。また別画像もあるのですが、まずは、こちらから、見ていただきたいなということなんですよね。特徴的なのがですね、お城の形をしているとか、緑が多いなとかね、いろいろな、
まあ、あのところはあると思うんですが、この後ねしっかりと、全て発表していきます。そしてですね、まずはですね、じゃあどうして駿府公園、駿府城を、まあ、スタジアム候補地に、しようかと思ったかなというところから、まあ、発表していきたいと思います。はい、ということでですね、また、Google Earthの方にちょっと戻らせていただくんですが、こちら駿府城公園ですよね。そしてですね、どうして駿府城なのかというところからまずお話ししていきたいんですが、まずはですね、旧静岡市の、エスパルス熱をもっと上げたいかなっていうところが一つあったんですよね。やっぱりあの静岡市ってもともと清水市と、旧静岡市とで別々だったんですよね。そしてやっぱりあの清水の方では、清水市の方では、まあ、盛り上がりはかなりあるけど、静岡市の方ではいまいちもうちょっとまだまだ盛り上がれるんじゃないかっていうところがねあると思うんですよ。今現在に至っても、そういうところってあると思うんですよね。僕が静岡市に住んでいながら、そう感じるところはあるわけなんですよね。ということは、まだまだポテンシャルを秘めていると、サポーターを集めるチャンスっていうのはまだまだあるぞという、ところから静岡市に、拠点を置いてもどうかなというふうに思いました。そして2つ目にはですね、まあ、静岡駅ですよね。静岡駅の方に、まあ、新幹線が止まるっていうところがありますよね。この、静岡駅、まあ、バルシェなんかもあるんですが、ここに新幹線が止まるっていうこと、他のアウェーからエスパルスの、IAI スタジアムに行くときとか、まあ、乗り換えたりとかね、あると思うんですが、やっぱり、新幹線が止まるか止まらないかって結構大きいと思うんですよ。ここの新幹線に乗るためにわざわざアイスタから、まあ、方角がまあ逆方向にもかかわらず、静岡駅に一旦戻るとか、この時間を気にしなければならないとか、いろいろなこうデメリットがあった中で、やっぱりまあ、静岡市内の、まあ、しかも比較的この近い静岡駅に、新幹線が止まるっていうのがね、かなり魅力的かなっていうか、まあ、一番魅力的かなっていう部分なんですよね。はい、そして3つ目なんですが、まあ、静岡駅からですね、まあ、アクセスの部分になってくるんですが、まあ、アクセスがまあ抜群にいいぞというところがあると思うんですよね。まあ、先ほどのですね、まあ、ここの駿府城公園に行くには、この静岡駅からですね、まあ、この辺をこう通っていくかとか、こちら側にもですね、まあ、俗に言うこうお町ですよね。お町の中を、まあ、ここ駅からまっすぐ、ここを、スクランブル、交差点とかね、こっちの方には、いろいろこう商店街っていうかね、本当こう、まあ、静岡が誇るお町があるんですよ。そしてまあ行き方はいろいろとあるんですが、まあ駅から、まあ比較的かなり近い場所に、まあこの駿府城公園があるというところでアクセスも抜群、それから、試合前後に、まあこのようにお町に、人が流れるというところで、この静岡市も、まあ同時に潤っていくんじゃないかなというところ、やっぱり人が流れていく、それからこう、まあ待ち時間を飽きさせないというところもあると思うんですよね。はい、そして続いてはですね、こちらの、駿府ドリームスタジアムの紹介に入る前にですね、まあどうしてお城のスタジアムにしようかと思ったところ、そこを、まあ発表していきたいんですが、僕の新スタ構想の中では3つ必ず守るというルールを決めているんですよね。まあ理想というか、まず1つ目にアクセスの良さ、それから2つ目にですね、街に溶け込むこと、そして3つ目が、CIB 以外のスタジアムの活かし方という、この3つをものすごく大事にしているんですが、1つ目アクセスは、ものすごくいい、そして、どうしてお城のスタジアムにしようかと思ったところ、ここはやっぱり駿府城公園の中にあるというか建てる、からお城にしたいということでですね、まあもう駿府城と名前がついてるだけあって、お城の外観というか、本当にこうお城を模したような感じで、スタジアムを建設する、予定なんですよね。そしてですね、まあこのお城のスタジアムにすることによって、まあかなりインパクトが強くなりますよね。そうなるとですね、やっぱり印象につきやすいんですよね。初めて行ってみた方、それから、何かでこのスタジアムを見た方、うわすげえお城じゃん、こうなってくるとですね、まあ人のこう記憶に残るというところで、いろんな人が、あ、今度じゃあ行ってみたいなとか、そういうふうになることによって、まあメリットっていうのは、かなり、大きいのかなというふうに、考えております。はい、そしてですね、いよいよ、この、駿府ドリームスタジアムの、スタジアム紹介を、させていただきたいと思います。
まずはですね、キャパですよね、収容人数気になるところなんですが、まあ、2万5000人収容で、考えております、ですから ACL いけるのかな、ちょっとわからないんですが、まあ、分かる方ちょっとコメントで教えていただければと思うんですが、開催できるのかな、というところで、まあ、2万5000人規模が、このサイズでちょうどいいかなというふうに考えております、そしてですね、まあ、一番目を引くこの外観の部分なんですが、まあ、白壁ですよね、まあ、そしてですね、まあ、石垣、ここもかなり再現して、できたらなというふうに思っております。同時に白壁も、それから瓦の部分もというところなんですが、まあ、こういったところはもう本当に、まあ、最新の建材で、まあ、安全が確保されるような、まあ、しっかりした作りにして、本当にこのお城っぽく、作っていけたらなというふうに思っております。そして、まあ、あえて、いろいろなところ、左右非対称に、作るように、しています。まあ、この CG の中では限界がありますが、いろいろなところを左右非対称で作りたいんですよね。全てが、まあ、長方形とか、同じ形になってしまうと、まあ、大体予想がついてしまうんですよね。あっち側もこっちがこうなんだからあっち側もこうだろうっていう風になっちゃうんで、こっち側はこうだけどあっち側全然違うよね、じゃああっち側行ってみたいよねとか、こういろいろこう違ってくると、まあ、スタジアムの中に入っても散策して楽しんだり、外観を見ても、こっちの角度から見たいとかこっちから見たいとか、こう飽きが来ないというか、こう完成しないという、こういった考え方、まあ、東照宮の考え方ですよね、まあ、全てを、まあ、作り上げない、完成させないという意味で、まあ、左右非対称がいいかなというふうに、思って、このような形にしました。そしてですね、気になる、選手バスここにありますよね。まあ、芝生の上にドーンみたいな感じなんですが、まあ、芝生といってもここはですね、本当にまあキッチンカーとか、まあ、スタジアムグルメ、この辺がこう、あとエスパルスストア、この辺がこうバーッとね、お店がいろいろ出るイメージで作っております。そしてですね、別角度からの写真になるんですが、まあ、これもエスパルス選手バスありますよね。まあ、こちらがですね、まあ、どこに向かっているのかというと、まあ、どこかこう、ここ何かこう穴が開いたようなところじゃないですか。ここからですね、まあ、今人がここにいますが、人はここに入ることはありません。バスや関係者の車両、などが、この地下なんですよね。地下に続く、道となっております。このスタジアムの下には、地下駐車場を、完備している、という、まあ、作りにしたんですよね。まあ、イメージしやすいのが、名古屋グランパスですよね。トヨタスタジアム、あそこのスタジアムもですね、まあ、選手バスが地下に入っていて、そこからですね、まあ、選手が出てきて、まあ、ロッカードームへ行ったりとか、まあ、関係者の車両が入ったりとかっていう形になるので、まあ、そのような形にしたいかなというふうに思っております。はい、そしてサポーターの入り口なんですが、まあ、先ほどの正面の入り口ですね、こちら側と、もう一つ、バスの、出入り口の隣、こちら側に、まあ、入り口を設けております。この反対側にも、まあ、映ってはないですが、入れる入り口は、ちゃんと作ってあるということですね。はい、そしてですね、もう一度、こちらの、画像に戻るんですが、皆様先ほどからですね、この芝生の横に何か、ピッチみたいなものがあって、こちらは気になってるよという方もいらっしゃると思うんですが、このスタジアムはですね、なんとですね、クラブハウスを、併設させております。エスパルスの、クラブハウスも、このスタジアムの中に入ります。そしてですね、このスタジアム横の、このピッチはですね、まあ練習場ですよね、選手の、練習場となります。そしてですね、まあ非公式、まあ非公開の、時は、まあこのスタジアムの中で、まあ練習をするという形で、まあ普段はですね、こちら側の、ピッチで、見学できる、まあ、スペースというか、こういった公園になっていますね。誰でも、自由に、エスパルスの選手を、見に行くことができるっていうのが、ここがちょっといいかなというふうに思うんですよね。まあ誰でも本当街中にあって簡単に無料で入って見ることができるというところで、まあエスパルスをもっと身近にね、感じてもらえるんじゃないかなというところで、すごくいいかなと思います。そしてやっぱり、とにかく利便性がいいですよね。クラブハウスとスタジアムが一体型になっていると、まあいろいろとこうメリットはあると思います。なのでこの試合日はですね、一応ですが、なんとなく、格好だけでも、選手は、一応バスに乗って、ここからですね、ピュッと、
来てくれたらかっこいいかなというふうに思います。多分ないと思うんですが、そんな感じで、作ってみました。はい、そしてですね、試合以外のスタジアムの生かし方というところでですね、まあ、あの前回とか、まあ、前々回いろんなスタジアムの紹介で、やってきたんですが、こちらのスタジアムの中にもですね、バーとかレストラン、こちら、併設されております。試合日も、試合日以外も毎日、このバーとかレストランを、誰でも利用することができます。というところで、スタジアムにも、まあ、自然と、毎日お金がこう入る、システムになるのかなというところ、それから夏なんかは、こちらの、なんですか、広場とかでこうビアガーデンなんかやってもいいかなというふうに思うんですよね。そしてまあお城だけにあの毎日、ライトアップなんかもできたらあのすごく綺麗だし、あのバーとかこうレストランでこのライトアップされたスタジアムの中でご飯を食べたりとか、そういったところでもね、あのまあ人が、普段から集まってくるかなというふうに、考えております。はい、というところですね、まあ駿府ドリームスタジアム、こちらの、まあ紹介をしてきたんですが、まあ今回はあのまあずっとメリットばっかり、話してきたんですが、あのまあデメリットといえばまあ何ですか、アクセスの部分にもなってくるんですが、まあ自家用車であのかなり行きにくくなるっていうところが、まあデメリットといえばデメリットなのかなというふうに思います。まあどうしても車で行きたいよっていう方は、まあ近隣に停める駐車場が、そこまで確保できるかどうかが、まあちょっとわからないけれども、やっぱり電車で行く方の方が圧倒的に多いかなというところ、あとはあれか、まああのバスですね、路線バス、というかシャトルバスですね、こちらの方も、ちょっとできるかどうかがわからないので、でまあって言ってもね、静岡駅から、まあ歩いてすぐというところで、まあバスに乗るっていうこともなく、まあほとんどの人が歩いて5分10分なんで、というところではまあ歩いていく、まあスタジアムになるのかなというところを、予想しております。はい、ということでですね、まあ本日は駿府ドリームスタジアムということでですね、本当にあの僕の思いつきで、ちょっと、この構想を発表してみたんですが、いかがでしたでしょうか。僕の中ではですね、過去一に気に入っております。まあアクセス面とかまあいろいろなことを考えて、そしてまああのまあ旧静岡市民というかね、あのまあ静岡市、出身というか、まあ今もそうですが、ということもあって静岡市っていうかね、このまあ旧静岡市の方の、そうですね、いつも上がってくればいいなというところで、ここにスタジアムができたらすごくねいいなというふうに思っております。そして、このお城の感じも僕、好きなので、ちょっとね、これは本当に、実現できたらね、すごく嬉しいなというふうに思います。そしてですね、今回の動画、見ていただいた皆さん、まあこのスタジアム結構ゾクゾクするやん、面白そうや、なかなかいいじゃん、アクセスも良さそうじゃん、外観もこんなの好きだよ、このスタジアムちょっと押していきたいよっていう方はですね、ぜひぜひ、拡散の方も、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日の動画はですね、駿府ドリームスタジアムの、新スタコースを発表、ということでやってきたんですが、いかがでしたでしょうか。僕的にはかなり大満足なスタジアムが、できたかなと思っております。はい、ということでですね、少し面白かったよという方はですね、高評価ボタンとチャンネル登録をぜひぜひ、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。